ランドール・ラドナルド・コブはアメリカ合衆国テネシー州メリービル出身のプロアメリカンフットボール選手ポジションはワイドレシーバー NFL のグリーンベイ・パッカーズに所属している2008年にケンタッキー大学に入学した1年目はクォーターバックとして11試合に出場そのうち4試合は先発で出場したこの年コブは SEC のオールフレッシュマンチームに選出された。このシーズン、投げて 2td、レシーブで 2td、ランで 7td の計11回の td を記録した。2年目の2009年は、主にワイドレシーバーとしてプレイし、スペシャルチームでは、キックのリターン、プレースキックのホールディング、レシーブ、さらには、ワイルドキャットフォーメーションでのクォーターバックとして、重要な役割を果たした。 このシーズン、レシーブで 4td、ランで 10td、リターンで 1td の、計 15td を記録した。3年目の2010年、オーバーアン大学戦で 4td を決め、ケンタッキー大学の学校記録である、キャリア td32 回に並んだ。また、2003年のシェーンボイド以来、同じ試合で、パス、ラン、リターンの3つで td を決めた選手でもある。このシーズン、 レシーブで 7td、ラッシングで 5td、投げて 3td の計15回の td を記録した。大学時代の通算成績2012のコブ2011年の NFL ドラフトで二巡全体64位でグリーンベイパッカーズに指名された。この年のドラフトでワイドレシーバーとしては7人目の指名であった。2019年3月19日。 ダラスカウボーイズとチームのスロットワイドレシーバーとして契約ボーナス200万ドルを含む1年500万ドルの契約を結んだ。2020年4月1日、ヒューストンテキサンズと1800万ドルの保証と600万ドルの契約ボーナスを含む3年2700万ドルの契約を結んだ。このトレードはテキサンズのトップワイドレシーバーであったディアンドレ。 ホップキンスが移籍したことによるものであった。2021年7月28日、ドラフト指名権と引き換えに最初の所属チームであるグリーンベイパッカーズにトレードされた。ありがとうございます。